広瀬さん、こんばんは。ツイッターでマイノリティについてツイートされているのを拝見しました。自分はマイノリティは極端な思考の人が多いと感じますか？どう思いますか？違います。49%の人はマイノリティです。要は、100人のうち3人が考えていることもマイノリティなんですけど、100人のうち49人が考えていることもマイノリティです。要は、多数か少数派というなんですけど、ただ、少数派のマイノリティの人ほど、声がでかくて感情的な人が多いので、おかしな考えというふうに見えることが多いというだけです。というわけで、お疲れ様でした。